っていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、苦手。まずいんだよ、ケインは。あー、怖い、サイドレイ行くの。ね、さすがに明るい対面だから、電撃かな。序盤の方でどうにかしないと一生負けるからね。うわ、これマジ構成、怖え。赤ケインだったらまだ。青ケインだと怖えわ。ビビっちゃうんだよな。頑張ろう、マジ頑張ろう。行くぞ。ミニオン出撃まであと30秒。休んでる暇はないぞ。やべえ、 W 取っちゃった。集中集中。ブルースタートだから絶対に。あっ、ここで圧をかける。いい感じだな。すべてはカード次第。ファーストブラッド。勝ったな。いいねー、フラッシュ。あー、厳しそうね。いやー、これブル引いてんのやべえ。敵を倒します。おお、死んだこれ。味方が倒されました。赤で、あー、距離距離距離。まあ良さそう。マルファイト AP なのか。これいけっかなー。よっしゃー、よっしゃー。うわー、よしよしよし、よかったんじゃねえか今のは。いい返しだったろ。
これ赤いな、血の赤だ。全てはカード次第。おお、おお、ちょっと助けて、ちょっと助けて、これよろしいですか。はい、いらっしゃい。危ねえ、敵を倒しました。危ねえ、今の危ないぞ。今の死んでたらマジで危ないぞ。いい当たるとダメージパネあんな減るんだ。味方のタワーが破壊されました。これ多分立候赤いっすよ。メス、ね、なんかね、マルファイトいんのにフラッシュ落としちゃうのちょっと怖いんだよな。今のステップいらねえのかな。バンシーか。押してるな。ナサスが。オッケー。わあ！味方がタワーを破壊しました。どっちも行きたくないよ。俺コラプトとタクシー大好きなんだよ。どっちも大好き。え、今お前いい打ったよね、見たぞ。ナイス。あらー赤じゃん、渾身の。ナイス。フラッシュめっちゃ欲しいな。うん、あかり絶対いるんだよね。 100% いないことない。これあかり使ってるやつが。カードを配る。いや、匂うぜ。女の子の匂いがさ。合流とでいい。
全然見てなかった、ごめん。ナイス、ダブルキュー。ここで足早いよ。ラッピーファ、ラッピーファ、はい、そこまで、はい、リリーグテイム。面白い、面白かった、これ繰り返していきましょう、繰り返していこう。ライジンまあまあ褒めてた、ライジンまあまあ褒めてた、あ、マジで、マジで、ライジンマジ本当によかった、おい、マジか、マジか、よかったか。確かに、雷神のコーチングの配信録画、今見るか。ちょっと待って、褒めてたんだよね。ちょっと待って、褒めてるか褒めてないかで、この後の試合のその俺のコンディションってのが変わってるから。うん、褒めてたんだよね。ならなら。そうで、今ここでウェーブを触ってるじゃん。ウェーブ触ってるけど、やべ、なんか今今のトーン、今の説教のトーンやったくない？このさ、なんかトレンド、いや俺これ別にスタミに文句言いたいわけじゃないんだよな、いいや、いやいや言ってくれ言ってくれ、あーなんかあいつ気を使ってやがる。これね、これ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 、まあ、確かに今見ると良くない位置でレーンが止まってるな。変な声のやついたな、すごく良くない位置でレーン止まってるな。うわー、まあでも確かに押そうとは努力してるけど、ケイン怖くて押せてねえな。ウェーブの触り方がね、なんかね、適当なんだよね。あ、わかるわかる、こう見るとわかるわ。これさ、だって今このタイミングで後ろに下がって Q 打ってるじゃん。でもその1個前にウェーブに思いっきり Q 打ったの。だからウェーブの状態があんま良くないでしょ。わかるわかる、これをやったのはスタミ自身なんだよね。1個前の、これの1個前の1個前の Q でこの形になってる、いやね、こう見るとマジでそう思う。そうで、今ここでウェーブを触ってるじゃん。ウェーブ触ってるけど、どうしたいのかが必要なんだよね。で、今それを見てから考えるんだけど、いやでもね、あの最初の Q はさ、もうレーン状況がよくないから押そうとしてる Q なんだよね、はい、でも敵が怖くて押せなくなっちゃってるから、一生プッシュじゃないんだよな。あかりとの CS を作るためのレーニングをするのか、どういう目標、レーンの目標が必要なんだよね。レーニングには CS で勝つとか、なんかジャングルの助けに行けるような位置を常にキープするとか、これこのゲーム、俺のさっきまでの試合を見て分かる通り、あのね、レーンに勝たないと試合に勝てないんだよね、そもそも。この人タルコフ実況者なんだよね、深くない、うるさいな、深い深いって。これが俺のね、理想の TF なんだよね。これが理想だからこそ、俺は変なプッシュをするんだと思う。なんか強引に押すんだと思う、俺は。これはね、明かりが悪いね。これは明かりが下手。俺がうまいんじゃん。明かりが悪い。この状況は、シチュエーションはもう予知できる状態なのに、フリーズした状態でミッドレーン過ごして、で、TF を自由にさせてるから。ん？何それ？何それ？わかるよ、俺も思ったもん。俺も思ったもん。俺あれだな、Q が致命的だな。ハラスするときとかに Q が変な風にミニオンに当たったりして、ウェーブがゴミってるわ。ミッドレーンをキルしたいの？
新種の生き物見た時の何それなんよ。サイドレイ見るのもめっちゃ少ないね。ドパ見た方がいいと思うけどな、これ TF やるんだったら。このヘルスマジ際どい。ウェーブの触り方がダブル。いや俺はね、ドパは毎日3本見てるのよ。ダブル。そんなんはダブル見てるんだよね。あのね、めちゃめちゃ見てるんだよね。ダブル。じゃあ見たら真似しないとね。できたらするんじゃい。できたらするんじゃい。なんだろう、もっと有利が取れるんだよねこのゲーム。わかるよ。あのね、俺もこれでわかる。雷神の言ってることね、って表現してもいいけど全部わかる。レーンがうまくいってなさすぎて、この状態で俺はサイドレーンに飛んでボットを育てることができてるじゃん。ということはレーンで勝ったらもっとすごい革命が起きるんだよね。ほぼドパみたいなさ。負けてこれなんだもん。勝ったらすごいぞ。なるほど、わかるなら実践しなきゃね。ほぼね。いいね、それはめっちゃいい。それめっちゃいい。戦いで上手くなったら絶対上がれると思うけどね。わかる、できるとは言ってない。ああ、それは良くない。おお、ナイス。よく届いた。雷神の拍手なんて1拍手1万円だからね。パンで1万だから。ダブル。いいね。わらわら。いいぞ。わらわら。それはさ、張り付いて打てばいいのに。とんでもないこと言ってやがる。だって絶対負けないんだもん。な、あかりの時近づくのになんでエズの時近寄らないんだ。キーを避ける意味がないもんね。それはね、間違いない。ショーマケアをコーチングする男。無意識だね、これ。多分無意識だと思う。ダブル。なるほどね。ああ、それさ。それ、あ、分かり下手だね。あ、多分今の言いたいのは黄色カード引くのが早すぎて切れた瞬間に来るようだったんだろうな。分かる分かる分かるわ。今 TF 死んでる。今のフラッシュないから E ウルトで張り付いたと W からもう張り付いて殺せるけど、今の明かりはね、今のエヴァースロクロス良かったしスタミナ対応は良かったんだけど。ここはすごくうまくできた記憶がある。これでエズに CC かかってて、マルパイとかいいポジショニング素晴らしい。それめっちゃいい。集団性うまくなったね。脳みそいかれてないじゃん。えっ、どうしたの。ちょっと待って、ちょっと待って、お前、俺が脳みそいかれてたみたいな言い方しやがってお前。どこで余計なんて。いや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 、急に来たね、なんかぶっ刺さる。これは考えながらでも集団さんできた。ここで1回下がったのね、完璧。いいポジショニング素晴らしい。それめっちゃいい。集団性うまくなったね。脳みそいかれてないじゃん。いいポジショニングしてた、マジで。勝った勝った勝った。これはね、スタミの立ち位置が上手かったから勝った。まあまあまあいいでしょう。ありがとう。アメとムチが過ぎるんだよな。マルファイトがどこにいると打ってくるか予想できてたね。今ランクなんて、なんか普通にこれ本当欲しいな。惜しい今の。ナイストライ。こう見るとよく避けてるね俺。俺だったら今のボットサイドナサスがあの位置まで行って、でミッドレーンがファーストタワー越えたあたりで敵の姿が見えてない時点でウルト切ってる。へー。これは読みかな、もう。いそうだなっていう雰囲気はあった。
で、いなかったら今のグループアップしちゃっていいから。セロさんも言ってた。セロさんもそんなことを言ってた。俺が、あ、ちょっと早めにウルト打ちすぎたかなと思って、視界のためだけウルト打ったんだよ。で、その時、今のはいいウルト打ってきた。あ、これでもやっぱり TF っていいんだっていうシーンが昨日もあって、そういうウルトの使い方が俺は少ないのかもしれない。今、俺増やした方なんだけど。ここまではまあ良かった。で、この後、これマジで微妙。なんで？なんで？あ、相手ひどいな。これはマジで助かった。まあ、これはあんま関係ない。おもろこの配信者。もういいでしょう。これ総括とかあるのかな。いいね。回転は。相手難しいな。なんか相手が弱かったな。スタミがなんか D2 適正ぐらいで、ね、敵が D3 ぐらいな感じ、受け取るのが。もう俺が D2 適正って言ってくれたのが嬉しいわ。でもね、いいプレイがいっぱいあった。すごく思ったよりいっぱいいいプレイだった。そこがね、じゃあ本当に俺は変わったんだな。ライジンがそこまで言うんやったら、前の俺の基準は明らかに超えてるんだね。なるほどね。行くか。まあレーニングだな。目的を持つ Q だわ。 TF はハラスでも Q で連を起きちゃうから、変な連になんないように意識しないといけない。